お世話になってます。お世話になってます。マキドストレスト GT の時間でございます。さて今回は、はい、ジャガーの後編ということで。ジャガーの後編、前回までは、はい、クラッチをね、クラッチハウジングね、そうですよね、下ろすため、ギアと下ろすために、はい、エンジンを脱着しなきゃいけない、脱しなきゃいけなかった、ね、脱しなきゃいけない、ずらさなきゃいけなかったんで、はい、結構長いことになってるんですけども、はい、結局いろいろオイル漏れも見つかって、そうですね、はい、で今回は、はい、エンジンを下ろすことになりました。おめでとうございます。クラッチつけて、はい、そのままいけるかと思ったんですけどね、ちょっとオイル漏れがあったんで、メインクランクシールの交換するということで、はい、ということでほぼ全バラですね。はい、ほぼほぼ全バラです。そうでした。メイン機関は全部全バラっす。動力系全部下ろし。そうでした。はい、全部ですね。全部です。はい、ちょっと動画にできてない、サスペンションの部分交換したりもしたんで、はいはいはい、はい、はい、という感じでやっていきたいと思います、はい、あ、ちなみに、はい、今回リアのディファレンシャル周りですね、はい、メンバーの一発目でこう下ろして、サス入れて戻したんですけど、また下ろさなきゃいけないことになったんで下ろします。はいはい、という感じでね、やっていく、ちょっと元気になっていきたいと思います。元気になっていく、はい、はい、じゃあ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、これベルハンマーのっていうかマジですごいですよこれね。ここね、ここ、楽しい楽しい。え、それかさ、カブちゃん、下ろしちゃう？下に下ろし、でも抜けないか、抜けないか、え、バリ上げすればいいけど、バリ上がんないっすもんね。上がんない。そう、ちなみにこれ人間の力ってちょっと持てるんですよ。はい、っていう感じなんで、そんなにここね、かからないと思います。言ったらもうほぼないもんね。抜けまーす。抜けます。あ、エンジンがね、エンジン抜けます。やったやった、これさ、はい、エンジンミッションつけたままいけんじゃん。あー、いけんじゃん、最強じゃん。新しい、これ新しいっす。じゃあ下ろします。ずれないですか？おらいです、おらいです、おらいです、大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫っす、ばっちりっす。これが一番早かったぜ。確かに。じゃあこのエンジンをこのエンジンハンガーにつけていきます。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。無事降りました、はい、降りましたというか降ろすの簡単でしたね。降ろすのは降ろしたというか引っこ抜いたというか、引っこ抜いたというか、ね、はい、引っこ抜いてからのここに取り付けるのが大変でしたね、はい、ここのね、長いボルトなかったんですよね。これがなんと、はい、平沢さんの今までやってた仕事の集大成、はい、平方アメ車ボルトセンターに、ね、あったんですよ。あ、ありましたね。ありました、ありました。長いのがね、いつでしたっけ、あのサイズ、ピッチ。8分の3の24ですね。よく何言ってくるか分かんないですけど、すいません。ありがとうございます。言わせといて何言ってくるか分かんないです。4本ギリギリありましたからね。ありました、はい。これでオイルパン外して、はい、ここなんですよね、このメインシール、うん。リアのクランクメインシールってね、ここ。漏れるんですよ、だいたいここ。旧車あるある、まあ古い車、はい、国産でもそうだけど、クランクのメインシャフト、メインシャフト、メインのオイルシールね、うん、はい、漏れるっすね。漏れるっす。あとフロントもっすね。アメ車のあの350エンジンも交換したっすよね。あ、そうっすね、はい、ありましたね、ありましたよね。あとフロントのここのフロントメインシールですね、クランクの。これもあまりそんなあれっすね、はい、言うほど漏れてないっすね。あ、そうっすね。交換してんのかな、一回。どうなんすかね。そんな感じしますけどね。いや、これね、これ取れるかな。心配。ほんとっすね。はい。あれ、ここアルミ溶接してある。あ、ほんとだ。ぶつけてんすね。ぶつけてんすね。まあ、これオイルパンも剥がしてやろうと思ってるんで。なるほど、なるほど。ちょっと楽しみっすね。楽しみっすね。はい。交換していきたいと思いますんで。はい。はい、すいません。これはワコーズのあいつじゃないですか。はい、ワコーズの灯油です。ワコーズの灯油ですね、ほぼね。はい、匂い灯油、オイルクリーンみたいな、ね、あ、そうですね。地味に握力なくなるやつじゃないですか。さっきね、握力なくなってるのバレました。キューキューじゃあすいません、こっちのエンジンの方もお願いします。キューピキューピキュもうダメになってるじゃん。
でもね、これね、ふざけてるけど、はい、意外と来てますね。いや、そうですよね。知ってます、知ってます。来てますよ。ビンビンですよ。結構大変なんですよね、ジミー。ビンビンですね。ありがとうございます。ありがとうございます。やりすぎ。お疲れ様です。やっぱリフトだと便利っすね。なくて早い、気が早い。めちゃめちゃにこれがって見てくださいよ、ここ、はいはい、ここキャリパー、ここだよ。ここなんです、ここなんです、はい、でキャリパーのピストン変えるんですよ、今回。ピストンだけ変えられるんですよね。そうなんですよ。対向2ポットでボルト止めされてるんですよね。そう、ボルト止めされてて、ピストンだけリペアで出てるんですよね、はい、そう、ちょっと持ってきますね、それ。あ、はい、面白いんで、はい、こいつっす、はい。あ、それこれですね。面白くないですか。そうそうそう、これでキャリパーのブロックにピストンだけ、そう、変えられるんですよね。しかも4つ、そうそう、型がね、2ポットなんですよ。そう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 、ほら、ここにね、挟んでね、サンドイッチしてるの、ね、サンドイッチしてるの、こうやってボルトで止めるの、うん、初めてっすね。やばいっすね。やばいよ、この外せ。これもう外すのも超大変だったっすよね。これね、メンバーがね、暗いから分かりづらいけど、はい、ここ、これがね、これマウントなんですよ、これ2つが。そう、で、これがデフで、で、ショックが2つついてて、その奥にキャリパーとローターがあるんですよ。やばいよね。いや、狭いんですよ、すっげー狭いんですよ。で、これもうほぼ降りてるんですけど、あとはブレーキホース周りだけ、はいはい、やればいいんですよね。はい。いやー、これリフトあったらもうちょっとだけ簡単なんだけどなー。リフトとかさっき言ってたのに、展開が早い。ということで、はい、頑張ります。頑張ります。おはようございます。はい、ジャガードン柄になりました。エンジン周りが今なくなりまして、リア側掘りました。なんでこいつ外したんですかね。おかしいっすね。ほら、こっち側にキャリパーピストンがあるんですよね。両側でピストン押してるんですけど、この内側のネジがここは手が入らないんで、もう下ろしました。絶対その方が楽な気がしたんでね。これでもリフトあったら楽っすね、もうちょっと。ほんとっすね。はい。置いとくだけでいいんですかね。置いとくだけですからね。はい。ほら、こういうネジもさ、もう今ここに見るとすごい簡単じゃないですか。ついてると、そう、ついてるとここね、手入んないんですよね、この裏側。っていう感じで、早くやらないとやばいっすね。やばいっすね。わかんなくなっちゃう。わかんなくなっちゃう。じゃあ頑張りまーす。いや、大変そうっすね。硬いです。これどうやって取るんだろうね。これは、この年齢でこれやってんの俺らだけと思うと、なんか楽しくなってきた。やった。楽しい。あと10年もしたら史上5000ですからね。このオイルパン外すのめっちゃ大変だったけど楽しい。これ俺絶対漏れねえようにっていう呪いがかかってたんですよ、このパッキンに。マジでこれはみ出しているリオ。なんか部品部品で交換できないんですね。できないんだね。うん。お疲れ様です。リアルお疲れ様ですじゃないですか。はい。いや、ちょっとね、ジャガーね、しびれておりますね。だいぶバチバチにしびれますね。はい、はい、こいつなんですよ、はい、今このここのね、シールをね、交換しようとしたんですけど、はい、こんなことあります。ないですね。溝ない。溝になってんですね。普通はね、こっち側からこう叩き込むようになってで、こっち側にこうやって抜けて交換できるんですよ。いや、オイルパンはいいっすよ、ワンチャン、まあね、外れるんで、うん、これエンジンの方もそうなんですよ。クランクだからね。ね、うん、もちろんリアも溝切ってあるんで、今ちょっと見せます、ね、ほら、バブルで溝切ってある。はい、終わった。涙を拭いてよ、ベイベー。はーい、ということで、はい、ちょっとなんか考えて頑張りまーす。じゃあ、かわちゃんの笑顔待ってまーす。, 笑顔ならないですね。お疲れ様です。お疲れ様です。やってきました。はい。ここは今、折り返し地点にやってまいりました。折り返し地点、遠い。本当に。これ何の作業でしたっけ。あ、クラッチ交換ですね。クラッチ交換。本当に。
見えている画像なんですかね、これね。これあれクラッチじゃないです、ね、クラッチじゃなかったですね、はい、やばいっすね。クラッチがつくとこでございます。そうですね、はい、いやー、ここら辺のシールがね、めっちゃ大変でしたね。大変でした。今回ちょっとね、映しますか、ちょっとだけ。ここのシールなんですよね。はい、ここのシールやばいっすよ、うん、ジャガーこれからやる人は、はい、絶対やらない方がいい。やるんだったら、そう、やるんだったらもう上から全部やらないとダメですね。あのクランク外さないと取れない。取れないっていうことは、はい、あれですね、はい、もう全バラってことですよね。そういうことです、はい、ミッションのクラッチ交換がエンジン全バラになるのはちょっと避けたかったんで、はい、今回はなんとか頑張りました。ほぼ全バラですけどね。そうっすね、クランク持ち上げてました。はい、クランク持ち上げました。はい、やばいよね、このシールね。ここね、このシール、こっち側ね、これですね。これをね、滑り込ましたんですよね、今回。こういう感じ、こういう感じ。いや、これ絶対漏れますよね、だって。漏れますね。だってこっちが、こっちが半分、あれなんですもんね、ここ。そう、繋ぐとこ何もないんですよ。まあ一応、ケースの圧力というか、はい。はい、締め付けトルクで、うん、ちょっとギュッってなって、止まるんだと思うんですけど。完全に設計ミスですよね。うん、ですよね、初期のね。はい、まめに変えるポイントなんだと思うけど。いやいやいや、そんなことないと思いますよ。だってクランク外さなきゃいけないんで。確かに。でこっち側だってさ、はい、あれですからね、はい、普通に抜けないんですよ、こっちに。いけないですって感じで、はい、じゃあ折り返し頑張りますか。打点高めからのベルハンマー。頑張ります、頑張ります。できるかな、できるかな。もうジャガーに関しては何も言えん。わかんない。作りが荒いのか何なのかわかんないですよね、うん、え、そうっすか。うん、まーす。パクリ。完成。完成じゃないけど、うん、いやもうほぼ完成でしょ。もうだよね、はい、あの山今夜が山田を超えたんで。超えました。はい、やっと折り返してんですね。折り返してんです。もうじゃあ本当あとこれ乾いたら、はい、ひっくり返して、はい、ちょっとこれブロック塗りたいっていうんで、はい、軽くダンスブレーかなんかで塗って乾かしてとりあえず組んでいきますか。そうっすね、はい、乾かして組んでいきたいと思います。いいっす。さすがのガブリ系 YouTuber、かおちゃん。あざっす。すいません。いや、僕プロなんで対角線に締めるんですよ。あ、プロプロプロ、あとガイドだけっすね。ガイドだけっす。うぇーい。降りてんでも簡単でしたね。簡単っす。ありがとうございました。ありがとうございます。ちゃんとこれでトルクかけれますもんね。そうっすね。素晴らしい。よかったニュー。
あ、かぼちゃん何やってるんですか。一番忙しい時に来ました。これです。あ、こいつですか。こういうところはクリスニップルっていうのがついてて、急車の足回りはだいたいこういうので、ここの車軸、車軸っていうんですか、こういう、はいはいはい、軸の可動部にはグリスを給油するポイントがあるんですけど、はい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 、これをこうグリスに入れてあげると、この横から古いのがブリブリって出てくるんで、何の出てくるんですか、ブリブリとしか形容できないんですけど、ブリブリって出てくるんで。これグリスガンは普通にアストロとかで売ってますよね。売ってます、売ってます、ホームセンターでも売ってます。いくらもしないんで。そうっすね、1000円ぐらいですよね、確かね。確かそんなもんだと思います。そうなんですよね。グリスも写真グリスだったら3、400円ですよね、うんうん、一番安いやつ、車種グリスだったら多分200円ぐらいで買えると思うんで、うん、蛇腹のやつなんですけど。旧車の皆さん、アメ車もそうっすよね、確か。結構足回りありますよね、フロントね。はい、皆さんこれ DIY でできる最高のやつです、ね、サンドリングのピットモンとかね。あ、そうっすね。ああ、まあ普通にタイロットじゃねえや、そこのボールジョイントとか、アッパーアームとかローアームのボールジョイントとか、はい、どんな感じになるんですか。こういう感じで押し付けながらの、ね、あ、出てきてる、出てきてる。あ、逃げちゃった。ちょっといいっすか、ここ、ほら汚ねの出てきてるんですよ。さて、ここへ来てウォーターポンプのプーリーがはまらないんで、ウォーターポンプを取り外すことになりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあおまじない入れていこうかな。綺麗っすね。めっちゃ綺麗っすね。これ前回もベルハンマー入れてるんですよね。ベルハンマー入れてます。オーナーさんすごい変わったって言ってましたね。言ってましたね。やっと形になりました。こちらの車両ですね、はいはい、まだね、ボンネットフールはつけてないですけどね、はい、ちょっと今回じゃあやったとこを軽くどんな感じでやったか見ていきますか。エンジンルームでいきますと、エンジンルームね、エキゾーストマニホールと、はい、ブレーキのマスターですね。あ、マスターですね。マスター交換、まあ、バキュームホースだったり、はい、ここのリザーバーのタンクの方から伸びてくるゴムホースだったり、はい、この辺もしっかりリフレクションしてます、はい、あとはバッテリーの見えないですけどトレーですね、下のトレーもね、はい、フロントのあれですね、うん、本当だ、はい、かっこよくなって車高調になってますね、はい、なってます。あと安心なブレーキが入ってますね。入ってますね。かっこいいですね、はい、あと結構綺麗に車種ブラ吹いていただいたり。そうですね、油汚れ落としたりグリスアップしたり。確かにデフ2回ぐらい下ろしてですね、3回下ろしてんだかな。そうそうそう、はい、ということで、はい、やっと終わりました。まあまだ組み上がっただけなんですけどね。はいはいはい、いやージャガー E タイプすごいっすね。すごいっす。古いジャガー全般なんですかね、やっぱり。いや、もちろんそう、もうそうですね。もちろんそうよ。もちろんそうよ。うん、ほとんどボルトになった、うん、全部一緒だもんね。そうだよ、ね、リアのね、リアの足回りとか。IRS なんだね、あれね。あ、一応。そうなんですね。そうっすね。で、エド、はい、ってあの外国人の車系チャンネルあるじゃないですか。はい、ああ、多分イギリスの方ですね。イギリスの方、はい。あれいじってるんですよね、ここら辺。あれでもチップフース様もこれね、いじってます。狭所を出してましたよね。出してましたよね。出してました、出してました。ってことは我々もほぼチップフースってことでよろしいですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当はね、めっちゃカスタムしたいんだけど、はい、絶対怒られるよね、こういうの、はい、もうほぼ、じゃあ日本っていうことで徳大寺先生ってことでよろしいですかね。あ、先生、お疲れ様です。バカーっていう感じで、今回まだエンジンかかってないんですけど、はい、次回はエンジンかけるところからスタートしていきたいと思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録してね、待っててください、はいはい、今回もちょっとでもいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。